伊能は GPS で測位された走行ルートを記録し、撮影した写真や動画とともにトリップとして専用サイトで公開できる新しいコミュニケーションツールです。ここでは本体の操作から専用サイト伊能アトラスへのアップロードまでの操作概要を紹介します。電源ボタンを長押しして本体の電源を入れます。赤ランプが点灯します。GPS を補足すると点滅に変わります。電源ボタンを押してトリップの記録を開始します。黄色ランプが点滅します。写真の自動撮影をする場合はカメラボタンを長押しします。緑ランプが点灯します。自動撮影中は指定した間隔で写真が撮影され、撮影タイミングをブザー音で知らせます。手動で写真を撮影することもできます。カメラボタンを押すと緑ランプが瞬きして写真が撮影されます。続いて動画を撮影してみましょう。ムービーボタンを押して動画の撮影を開始します。緑ランプが点滅します。動画撮影中は1分間隔でブザー音が鳴ります。もう一度ムービーボタンを押すと動画の撮影を終了します。このように自動撮影を行いながら写真や動画を撮ることができます。カメラボタンを長押しして写真の自動撮影を終了します。緑ランプが消灯します。電源ボタンを押してトリップの記録を終了します。黄色ランプが消灯します。電源ボタンを長押しして本体の電源を切ります。赤ランプが消灯します。記録したトリップはパソコンの伊能シンクを経由して専用サイト伊能アトラスにアップロードできます。マイクロ SD カードを SD カードアダプタに差し込みパソコンに挿入します。伊能シンクを起動します。ワンボタンアップロードをクリックしてください。マイクロ SD カードのデータがパソコンに保存され、伊能アトラスへのアップロードが始まります。ブラウザを起動して伊能アトラスに接続します。ログインをクリックしてください。メールアドレス、パスワードを入力してログインします。アップロードしたトリップを確認します。マップ上の走行ルートや撮影ポイントを確認しながら写真や動画を見ることができます。トリップにはタイトルや自転車、メモなどの情報を付加することができます。公開設定を公開または
フレンド公開にしてみましょう。公開したドリップは友達や他のユーザーも見ることができます。あなたのドリップをみんなで共有してみませんか？